ランチの藤村、ここは縦に突破する、クルーニーが呼んでいます。さあこのスペースを生かす、戻したところ、藤村決まった、4点目、藤村が流し込みました。クルーニーとのワンツーからゴールが生まれました。いや藤村選手の好判断ですねこれね、いい判断をしたと思います。縦の仕掛けが良かったですね。そうですね、あの藤村選手のプレースタイル的にあそこで縦を突破するよりこうパスの選択しがちになってるんですけど、今回周りのサポートもいないということで個人の突破を図りましたよね、でここでクルーニー選手とのワンツー、最後も落ち着いてしっかり決めてるっていうね、素晴らしいゴールだと思いますこれも、はい、